JR 新大阪駅の正面口になります。左手の方に味の工事があって、飲食店レストランがですね多数あり、そして奥の方に行くとレンタカーのですね、専門店があるんですね。そして右側の方には、コンビニセブンイレブンがあって、その近くに大阪伊丹空港行きのリブディンバス乗り場があるんですね。まあ、かつてはこちらの方大阪シティバスのですね、4番乗り場なんですけれども、まあ、104号系と大阪市交通局時代に運行されていたんですけれども、今はその大阪シティバス、大阪市交通局のバスの方は乗り入れていません。すなわちハイウェイバスと、空港のリブディンバスが乗り入れているということなんですね。今回はこの新大阪駅の正面口の方から歩いていきたいと思います。新大阪駅の正面口を出てきたんですが、ちょうどこちらに信号があるんですけれども、その信号は渡らず、いわゆるタクシー乗り場がですねその上3階にあるんですけれども、その道路下のですね道路を通ってくることになります。正面に見えているのが JR 京都線の新大阪駅であります。さらに左の方へと曲がってくると JR の新大阪駅、大阪東線の1、2番乗り場のホームが見えてくるんですね。その上が新幹線のホーム、そして東口への連絡通路となります。その JR 大阪東線の新大阪駅、すなわちこの新大阪駅がですね起点になるんですけれども、そのホームを右に見ています。そうすると緩やかな左に曲がってくるんですが、これがですね貨物線の踏切になるんですね。こちらが横関の踏切なんですが、ちょうど今機関車が通過し始めたところになります。ちょうどこの建物の部分というのがですね新幹線のですね在来線の待合場所になるんですけれども、まあ、かつてですねこの新大阪というとですね阪急電鉄の方がですね淡路からですね延伸させようという計画があったんですけれども、まあ、かつてアイバスというですね、まあ、小さなバスがですね運行されていた時もあったんですけれども、今はその姿はありません。ちょうど左手踏切を渡ってきました。今淀川区の宮原なんですが、大阪ハイテクノロジー専門学校が見えています。いわゆる大阪市経学園ということになりますね。ちょうど今大阪東線201系の旧保寺行きが発車してきたところになります。その大阪ハイテクノロジー専門学校、保健福祉専門学校を過ぎてくると淀川区方面、いわゆるですね東淀川区方面へと向かってくる地下道の入り口、スロープと階段があるんですね。まあ以前はここじゃ屋根がついてたんですけれども、今はですねその屋根も取り外されて、開放感あるですね入り口ということになっているんですね。ここからは右に JR 線、京都線と大阪東線の線路を見ながら進んでくることになります。その左手の方にですね高層のマンション群がですね立ち並んでいるところなんですね。現在は淀川区の宮原を歩いていることになります。左手の方に目を向けると関西電力送配電の東淀川変電所の建物があります。そしてですね先を進んでくると右手の方、いわゆる JR の線路があるんですけれども、その上に歩道橋がかかっているんですね。歩道橋から、JR 京都線、大阪東線の線路沿いを、歩道橋で抜けるということですね。ちょうどですねちょっと渡っている方いらっしゃいますので、この歩道橋は行かず JR 東淀川駅の方へと向かってきます。その日の出保線歩道橋を過ぎると JR 東淀川駅の姿が多くなってきました。上の歩道橋の方に改札があるということなんですね。まあ以前はですねこちらの方にはですね踏切があって、もう朝のラッシュ時を中心にもう非常に開かないという感じになっていて、まあ、1時間はですね開かなかったということらしいんですけれども、その東淀川駅が高架駅になる方がですねこのように歩道橋の上に置かれたことによって、東淀川から淀川への行き来が大変便利になりました。右手の方にこの自転車駐輪場があってですね、
そこからですね、このようなスロープがですね、伸びているんですね。自転車と車椅子のスロープが伸びていて、先を進むとエレベーター乗り場があって、そこから東淀川駅の方へと向かうことができます。その JR 東淀川駅の淀川区側の方はですね、このように薬局があって、そしてですね、中華料理店、コンビニがあります。そしてこちらが東淀川駅の淀川区側の入り口、これかつてのですね、東淀川駅の駅舎がですね、パラレルで展示されているんですね。今回はJR 東淀川駅の方には行かず、そのまま素通りしていきます。先を進んでくると、北側になるんですけれども、アンダーパスへとつながってくる地下道があるんですね。ちょうど今223系の新快速電車が通過してきているところになりますが、その地下道の入り口の手前の方にもちょっと大変低いんですけれども、その JR 京都線、大阪東線を抜けれる、いわゆるですね、地下道、いわゆる線路下のですね、道路があるんですね。そちらから進んでいくことにします。その東淀川駅、いわゆる西側、淀川区側はですね、ここまでですね、この自転車のですね、駐輪場の域が伸びているんですね。そして先を進むと、この線路の方がですね、はっきりと見えるようになってきました。そして先を進むと、その線路の下のですね、通れる道路の方へと出てくるんですね。321系とハローキティ仕様の特急ハルカが通過してきたところですが、その、線路のですね、通れる道路がこちらになります。その先を進むとですね、地下道、いわゆるアンダーパスに通れるスロープの方があるんですが、そのスロープの手前で右へ曲がってきます。その高さがですね、1.5 メートルしかないんですね。ご覧のようにですね、この高さ 1.5 メートルはこれだけしかないんですね。私の身長がですね、174センチになるんですけれども、少しですね、高さをですね、守ることなく、ちょっとしゃがむような形でですね、進んでいかないと通れないほどなんですね。この高さがですね、非常に低いということが大変お分かりいただけるかと思います。いわゆる菅の森公園を目指せるんですが、こちらの方からもですね、行くことができるんですが、現在ちょっと通行止めになっているようですので、今回はこの右側の方から行くことにします。すなわち近くに関西未来銀行があるということなんですね。ちょっと遠くからにはなるんですけれども、その奥の方に大きな木が見えているかと思うんですが、そちらが菅の森公園になります。そちらをまずは目指していきます。関西未来銀行前の交差点ではなく、信号のない交差点ではなく、西淡路4丁目のいわゆる住宅街の中ですね、ちょっと狭い、一戸建ての住宅地になるんですけれども、その西淡路4丁目の方から左へと曲がってきました。先ほどの道を右へ曲がると大きな道路に出てくるんですが、一戸建ての住宅地の方をですね、曲がってきます。左から、そして右へと来ると、そして左手の方に菅の森公園が見えてくるということですね。ちょうど西淡路4丁目付近となります。最初の目的地である菅の森公園の方へと来ました。その公園の中に入るとですね、大きな木がですね、3本ですね、4本ほど、そびえ立っているのがわかるかと思います。その入り口に入ったところに行くとですね、その正面に菅神社跡のですね、碑があるんですね。いわゆる JR 線側の方向にですね、この菅の森公園のまた碑があるんですけれども、そこからですね、入り口の方へ入ることができます。そしてこのですね、大変大きな木なんですけれども、こちらは昭和56年6月に大阪教育委員会から天然記念物のとしてですね、指定された碑なんですね。大きなクスノキということなんですね。このようにですね、クスノキの由来のですね、紹介の文がですね、書かれてあります。その菅の森のですね、名前がですね、学園となっている菅の森学園がですね、今はですね、淡路中学校と西淡路小学校、旧淡路小学校のですね、小中一貫校になっているんですけども、その名前もですね、こちらから取られていると思われますね。その道路沿いに来ると、このようにですね、
災害用のかまどになるベンチが2つあってコンビニ遊具、そして奥の方に行くとですね、健康遊具の方がですね置かれてあって、こうやってですね遊歩道がですね広がっているということなんですね。そしてこちらの方にもその菅神社のですねその関するものが置かれてあります。その菅の森神社を後にして北の方へと進んでくると大きな道路に出てきて、そして神崎川の方へと出てくることになるんですね。菅の森神社を後にして再び西淡路4丁目の住宅地の中を歩いてきます。その左手に見えているのが淡路中学校の校舎となります。まあ、その淡路中学校というとですね、その11月の方に淡京カーニバルが行われるんですけれども、そうすると右手の方にですねこのような大きな広場がですね広がってくるんですが、ちょうどこちらが引江仲良し広場なんですね。その手前にですね大きな遊具がですね一つあってですね、まあ、かつてはですねこちら、ブランコでしょうかね、座れていた柱が残っているんですけれども、その後はですねこのようにですね大きなですね芝生の広場が広がっているということなんですよね。その広場の左手の方にはこのように大きな煙突があります。ここから直進してくると淡路4丁目方面、いわゆる阪急淡路駅の方へと向かうことができて、この道からも実は行くことができるんですけれどもね。で今回はですねこちらの道から進んできます。すなわち菅の森学園の淡路中学校と旧淡路小学校にあたる現在の西淡路小学校の方面へと向かうということですね。ちょうどですねフェンスがかかっていて見えにくいかと思うんですけれども、ちょうどこちらが淡路中学校になります。そしてですね進んでくると西淡路小学校の校舎を見ることができます。そしてですねその右手の方が国継ぎ霊園ということで、亡くなった方々のですね墓がですね多く残されているということになりますね。ちょうどこちらが菅の森学園の西淡路小学校の正門ということになります。この国継ぎ霊園はですね何箇所かですね入り口があるんですけれども、そうするとですねここから霊園とですねその間に小さなですね通路があるんですけれども、左手の方にこのようにですね遊具が揃った公園が見えてきます。ちびっこ広場の名称でもある児童遊園を過ぎて東海道新幹線の高架が見えてきました。すなわち淡路4丁目付近の方へ来ているということになります。東海道新幹線の高架下を抜けて淡路4丁目の住宅地の中へと入ってきました。そこから左の方へと曲がって、右の方に淡路本町商店街をですね、見るような形で進んでくるいわゆる住宅地の中を歩くということになります。またそこから右へと曲がってちょうどですね麒麟堂がですね見えてきたんですけれども、その左手の方に淡路4公園があります。ちょうどちょっとですね門が閉まっているんですけれども、週末を中心にですね、時にですね商店街が主催するイベントとしても使われているところなんですね。そしてその正面に旧淡路東宝があります。そしてここからは淡路本町商店街の方をですね歩いてくることになります。すなわち阪急淡路駅の方へと向かってきて、そしてそこから JR 淡路駅へ向かうという航路になります。ということで今回は阪急淡路駅のいわゆる淡路本町商店街前で、フィニッシュということにしたいと思います。今回はですね菅の森公園をですね経由して新大阪駅の中央口から来たんですけれども、時間にして49分34秒、距離にして 3.42 キロ、4549歩の354キロカロリーということで、今回はですね、西淡路方面をですね経由してですね、菅の森公園からこちらまで来たわけなんですけれども、菅の森学園ですね経由してまいったんですが、ちょうど今ですね隅っこ暮らし京都線仕様のですね車両が高槻市行き入ってきたところになります。本当に可愛らしい車両ですよね。新大阪から淡路へのですね経路まだたくさんありますので、またご紹介できればと思います。今回は JR 新大阪駅中央口から菅の森公園菅の森学園を経由して阪急淡路駅の淡路本町商店街側までを歩いてきました。